じゃ、こんにちは。はい。はい、タカさん。はい。今日も3連戦振り返りの時間です。今日もなんかダメだな、喉が。そうですね。まあ、聞き苦しいかもわかりませんが。だいぶ聞き苦しくて申し訳ないですが、ね。申し訳ないです。本当にね。はい。まあ、今日も3連戦振り返りを、まあ、看板やちいちゃんよろしくということで。お願いします。ね。今回はね、セ・リーグは3試合あったんですけど、パ・リーグはね、2試合だったんですよね。まだ途中なんですけど、とりあえずセ・リーグ3連戦終わったので、はい、ここで一区切り伝えておきます。はい。はい、まあ、中日対ジャイアンツ、ね、阪神対広島、DeNA、ヤクルト、はい、ね、まあ、こういうふうな勝敗になってますが、巨人、広島、DeNA が2勝1敗で勝ちましたですね。はい、はいはい、で、いきますよ、中日対巨人ね、小笠原、メヒア、大野、巨人の方は又木、井上、菅野ということで、うん、1戦目9対2、中日ということで、はい、で、これね、又木が、まあ、あまりにも初回良くなかったね。まあ、捉えた中日も見事だった。まあ、細川が15号スリーラン、まあ、先制ということで、で、木下が2号ツーランで、もう一気に5点取っちゃうんだよね。で、立ち上がり、又木の2つのフォアボール、まあ、1、2番に、連続フォアボールで、まあ、ピンチを作り、細川が、まあ、スリーラン、もうこれでもうゲームのプランというか、もう考えてる、阿部監督が考えてること、巨人、首脳陣が考えてたこと、全くこう崩れてしまったというね。まあ、だけど、巨人もチャンスがなかったわけでは、2回、まあ、満塁を作るけど、まあ、ここで丸に1本出とけばね、まあ、ゲームは、ちょっと違った形を見せたと思うんだけども、うん、まあ、それでも、やっぱ初回の5点っていうのは大きく響いたのと、また4回にカリステが2点タイムリー、石川がタイムリーで、もう9対0になっちゃうんだよね。だからもうこれはまたき、せっかくねチャンスをもらったのにもうもったいなかったなというね、まあ、感じがしました。で、まあ、ちょっと違う差を感じたのも、うん、まあ、5回吉川が1点を返すだけども、まあ、3塁を欲張って点差を考えたらもう2塁に自重しておけばいいの、無理して3塁走って、まあ、走塁死ということになるんだよね、うん。だからまあここね、まあ、あれだけの点差があったからまあ別にどっちこともないんだけど、だけどやることはしっかりやっとこうよっていう、うん、まあ、そんな感じがしました。はい、はい、で、小笠原、うん、8回134球、まあ、5勝目、中日12安打9得点、巨人は10安打2得点ということでね、まあ、初回がこの試合は全てだったかなというね、まあ、初回で白けてしまったというね、うん、まあ、そんな感じがしました。で、2試合目、2対0で巨人、まあ、これの試合はね、井上温大、うん、まあ、非常に素晴らしい投球を見せてくれて、6回83球、2本のヒット、9三振、1四球、無失点ということでね、まあ、どういう組み立てだったかというと、やっぱ岸田がうまかったと思うのが、入り球とか変化球で入ってくるんだよね。で、井上ってこうとにかくまっすぐをこう見せながら変化球を混ぜて、まあ、どっちかで勝負するっていうような形だったんだけど、この日はね、変化球を多めに見せといて、勝負球は右バッターだったらインサイドのまっすぐズバーンとくる、その球が本当に切れてたしね、これは岸田のリードによることもあると思う。まあ、前回勝ち投手の権利を目前でね、投手交代もさせられて、フォアボールフォアボールで、だからそういうことも考えながら、まあ、力を抜かして抜かして入れるというような、そんな感じの配球だったね。変化球変化球でいいところ見てまっすぐズドーンとくるような、まあ、そんなリードがすごく光ったね。で、一方メヒア、5回90球6安打7三振3四球の2失点ということでね、ヘルナンデス初回ツーナッシングからスライダーをホームランを打たれるんだよ。で、このツーナッシングというのはすごくいい追い込み方したんだよ。1球はボール球をちょっとね投げて振らして、2球目はいっぱいのスライダーかなんかで取って、
でもう一球外にスライダーを持っていってインサイドでも何でも勝負できるようにすんのかなと思って3球目にど真ん中のスライダーを持っていってホームラン打たれると非常にもったいなかったね。だからまあそのホームランで先制を許してでまあ吉川がヒットで盗塁ワンアウト二塁からまたヘルナンデスがタイムリーとかまあランナーにも希望を配らなきゃいけないし、ちょっと繊細な部分で、まあ、全然その井上の方が勝ってたかなっていうような感じの2試合目だったんだよね、で中日は3安打に抑えられてまあ前日まあ細川が15号スリーランとか木下がツーランとか、まあ景気よく点取ったのにこの日は辛吉ダメだったという、3安打ということで、でやっぱこう立ち上がりから変化球がちょっと井上多かったからまあ中盤にかけてっていうか、まあ6回で降りてるからそうだな3、4回にはもう気がついてたと思うんだ。それを狙っていくようなバッターもちょっといなかったんだよね。だからまあそこら辺はこう指示を出してもよかったんじゃないかなっていうような感じもするし、でまあメヒアと井上だったらそんなにまあ前日のような大量点を取ったりだとかまあいろんなことができないっていうことを考えるとまあワンアウトからでも岡林に送らせて福永に勝負に生かすとかまあそういう場面もちょっと考えられたけどもね、ちょっとそういうことが全く動きがなかったんでちょっと寂しく思いました。はい、はい、3試合目、3対1巨人、はい、岡本が二塁打、大城がファーストゴロ、まあ、これが進塁打になってワンアウトサードから坂本が先制タイムリーという、まあこのやっぱこうしっかりしたレギュラーを張ってる人間っていうのはさ、やっぱ点の取り方がやっぱりうまいよね、簡単にやってのけるというかさ、まあ二塁打先頭バッターが出たら大城が引っ張ってランナー進めといて坂本が返すというね。5回、門脇スリーベース、ツーアウトから丸が、まあ、タイムリー打つんだけど、これねポンポンとツーアウトになっちゃうんだよね。門脇が出て押したらさ、ここで丸がタイムリー打ってなかったらすごく嫌な場面だったんだけど、丸がこうつなぐね、こう流れを切らさないためにね。で9回はツーアウト一三塁から長野がファーストへ内野安打で3点というね、まあ素直の十分ではないかもわからないけども、まあこう先制中押しダメ押しって取っていくっていうね、で9回完封を狙って、菅野がマウンド行くんだけども3連打で1点を取られる。で大勢につな、もうしょうがない、完投諦めて大勢につないでいくんだけども、まあ大勢がやっぱ完璧だね、2三振ということで、まあゲームを締めたという、まあこの試合はねすごく感じたのはやっぱこうベテランがねすごくしっかりしてるなって、まあ坂本にしろまあベテランと言っていいのか分かんないけど大城とかね、まあ長野もそうだけども、非常にこういうまあ菅野もそうだね、まあそういう人間がしっかり活躍をしてまあゲームを取ったというね。で中日の方、まあベースカバーが遅れるとかああいうことで1点を失うとかね、で9回にチャンスを作り一打同点まで追いついていくんだよね、そういうシチュエーションまで作るんだよね、ケースを、まあそれを考えるとやっぱ9回の1点、長野の内野安打の1点というのはすごく大きく響いてたしさ、だからもったいない試合があるなっていうような感じがするね、でその菅野、はい、8回3分の1、118球、9安打、3三振、1四球、1失点というね、まあやっぱりこう、まあ、見事だね、小林とのその、コンビね。コンビね。まあそれが、やっぱこう、中日のバッターが若いって言ったらそれまでだけども、やっぱボール球をよく振らされてたね。で、勝負どころでいけば、やっぱボール球に手を出し勝負が早いよね、だからじっくり勝負を楽しむっていうほどのまだバッターがいないなっていう感じがするよね、だからまあここら辺もうちょっと育てばなっていうような感じがした、でこの試合でまあ大変なことが起きました、巨人にとってはね、ヘルナンデスが
もう長期離脱、まさかの左手首骨折ね。骨折、まあ、これはもうそうだな、8月でしょ、9月、まあクライマックスとか、まあ、そこら辺はなんとかなるかもわからないけども、まあ、なかなかやっぱこう厳しい状況になってきたし、そうだな、やっぱ1番丸、2番吉川、3番ヘルナンデス、ここら辺がものすごく機能してたから、エルナンデスがいなくなるっていうのはすごく痛いね。だからこれ3番に誰が入る、それによってはそのすごく大きなね穴になってしまうから、坂本かな、坂本頑張れって思うけどね。いや、ヘルナンデスの代わり、あそこのいい具合な形をこう保てるのはやっぱ坂本が一番いいのかなというふうには思うけどもね、打順としては、打順としてはね、うん、だけどまあ緊急に浅野を上げるみたいだけども、なるほど、まあ右の外野手ということでね、うん、まあ浅野にもね期待したいと思うし、まあね、チャンスということ、うん、まあチャンスだからね、うん、だからまあチャンス到来ということで、まあ頑張らなきゃいけないけども、うん、まあなかなか痛い、戦力をちょっと失ったなっていうような感じがするね。うん、はい、はい、続いて阪神対広島、うん、村上、大竹、高橋、はい、春人、うん、ね、森、広島の方は森下、栗、はい、ということで、まあ、1試合目、6対3、広島、うん、ね、森が今シーズン初登板なんだよね、うん、で初勝利を挙げる、はい、5回79球3安打4三振、2つのフォアボールの1失点、うん、だけど自責はゼロなんだよね。で昨シーズンは4勝を挙げてるんだけど、今シーズンは初勝利ということで、うん、でまあ初登板だったんだけども、ものすごい緊張するかなと思ったら、いやー意外や意外、落ち着いてるんだよね、うん、でこうやったら打ち取れるっていうような、なんか成長して上がってきたなっていうような、まあそんな感じもするし、うん、見事な投球を見せてくれるんだけども、まあ、攻撃の方は3回ノーアウト1、2塁、どうするかなと思ったら小園がバント、うん、ね、1、2番が出て小園がバントで、まあ末金、まあ坂倉が打点を上げていく。で4回、森ワンアウト一塁からバントで、秋山がタイムリーを打つと。でこの4回に森がバントしたランナー矢野なんだよ、うん、で矢野が村上から12球粘って、で村上ってフォアボールを出さないピッチャーなんだけど、もう粘って粘ってさ、フォアボールを奪い取っていって、うん、でワンアウト後ピッチャーの森が送り、うん、まあ、秋山が技ありでタイムリーを打つんだよね。で7回野間ワンアウト一塁からバントして、ノーアウトから野間がバントして、そうですね、うん、小園がタイムリーという、うん、でまあ4回のバントのシーンがあったんだけど、まあ堂林がねちょっと失敗したんだけど、3度成功して全部得点に結びつけてるんだよこの試合は。でまあ守りの差もあったというか、この試合はね、サトテル、ウルシアラがまあエラーするんだよね、うん、でこれが得点に結びついてしまったりだとか、で逆に広島の方は矢野がね、原口のもう一番本当三遊間一番深いところからもう取ってすぐステップもしないで投げたボールがノーバウンドでファーストまで届くという、うん、もうスーパーなファインプレーをするというね。うん、だから広島の野球ということが、まあ末金が入ってホームランというね、長打ということも非常に考えられるようにはなった。こうやって3、まあ、4度のバント中3回を成功させて、成功したバントが必ず得点に結びついていくというね、うん、だから非常になんか広島の野球っていうのはしぶといし、いい野球やるなっていうふうには思うね、うん、だから村上もやっぱこう矢野が12球粘って、
本当ファールファールで粘って出ていって、うん、でバントで送られて秋山に技ありのこの1点っていうのはやっぱね村上自身が応えたと思うよ、うん、でこの試合、まあ、坂倉が、まあ、5安打1打点、うん、まあこの試合で阪神は5安打という、うん、まあ、坂倉1人が打ってるというね向こうはね、まあしかしねこれまあ、6対3で負けたんだけども、うん、まあ、阪神の森下佐藤大山はヒットを打ってるんだよね、その5本中間に、うん、まあ、しっかり名前があるんだよ。だからまあ明日につながればいいなっていうふうに思う、まあ、ヒットだったね、うん、はい。で2試合目、5対1、うん、広島、まあ、2回末金フォアボール、坂倉ヒットでノーアウト1・2塁、菊池がバント、ワンアウト2・3塁から、タイムリーツーベースで2点先制という、やっぱバントをしてやっぱこうつながってくるなっていうような感じがする。で裏に大竹がツーアウト2・3塁からタイムリー打つね、ツーアウト1・3塁から近本がフォアボール、中野ツーアウト満塁からショートフライという、ここで1本出ると、まあ、全然変わったんだけどもね。で中野も広島戦強いんだよ、うん、だけどまあ抑えられたと。で7回、ツーアウト1・2塁から相澤がタイムリー、ツーアウト満塁から矢野タイムリー、うん、だからタイムリーもよく出るし、うん、このポイントとなってんのが矢野かなって思うよね。そうですね、うん、守備も含めね、攻守の要になってきてる、うんうん、だけどやっぱこう先制する場面なんかはさ、やっぱこうノーアウト1・2塁から菊池がしっかりバントで送っといてタイムリーが生まれるというね、堂林のね、うん、だからまあそういうことを考えるとやっぱり広島乗ってるなという感じがするね、はい、うん、で森下9回、まあ、完投だわ、まあ、ピッチャーを休ませるというね、116、5安打7三振2四球1デッドボールの1失点というね、うん、まあ、大竹は6回3分の2、まあ、4失点ということで、まあ、ゲームがあまり作れてないね。で阪神はこの日3併殺という、だから最近の攻撃、阪神の方は、まあ、とにかくあの打撃は好調になってきたんだけど、まあ、だけどその分こう併殺がちょっと増えてるなという、まあ、感じがするんだよね。だからまあここら辺でそのバッターが一工夫するか、ベンチが動かして併殺をなくすか、まあ、しとかないとやっぱり流れが変わる併殺もある。だからここら辺はちょっと用心しておいてほしいなっていうふうに思います。で3試合目、4対0、阪神高橋遥人、ねね、勝ちました。1025日ぶり勝利というね、うん、まあ、感動的な、まあ、試合ではあった、はい、まあ、リハビリもね、まあ、いろんな人に助けてもらったんだろうけども、うん、うん、まあ、本当に、いいピッチングをしたと思うよ、まあ、5回、はい、89球、4安打7三振2四球無失点というね、はい、でまっすぐのマックスが149キロね、うん、あの高橋遥人ってもっと150中盤ぐらいいけるかなと思ったらちょっと抑え気味だったのかな、うん、まあ、これから投げ込んでいくと、まあ、スピードも上がっていくんだろうけども、うん、でもまっすぐというよりも今日目立ったのは、うん、多彩な変化球だね。なるほど、ボールを長く持ち落としたり曲げたり、うん、抜いたりっていうようなことがすごくあのできてたなっていうふうに思うし、うん、あのまあゲッツーを163でゲッツーを取った場面があったんだけども、まあ、それも非常に落ち着いてね、こなしてたなっていうような感じがしたよね、うん、まあでも本当におめでとうございますね。3年ぶりの白星、いや本当ね、つらかったと思うよ、よかったですよね、うん、でね期待もされてたんだよすごくね、うん、まあ、それだけに期待に応えられたなっていうふうに思うしね。まあその春と高橋春と援護したのが、うん、まあ、初回近本がツーベース、はい、まあ、中野進塁打、うん、森下がタイムリーで大山タイムリーツーベースで、うん、まあ、2点先制、まあ、これはやっぱね初回から2点取ってくれたっていうのは、まあ、高橋遥人にとってはすごく大きかったね、うん、まあ、最近よく
喋ってる内容だよね、うん、近本が出た、うん、中野が進塁打を打った、うん、まあ送ったりとかもしてたけども、まあ森下が打ったとかね、まあ里照が打ったとか、うん、大山が打ったとか、まあ打線は好調だね相変わらずね、はい、で4回前川が黒原から、ソロホームラン3号ソロホームラン、うん、はい、いや前川すごいね、あの低めをスタンドまで持っていくかね、うん、まああの外のまっすぐを投げようとしたのがやや外寄りの真ん中低めぐらいに入ってきたんだよね、それをやっぱこうすくい上げて持っていったけどやっぱ迫力あるなと思って、うん、で8回には大山がね10号ソロホームランという、うん、まあ初回のあのツーベースもあわやっていうとこだったんだけども、まあ、8回にはスタンドまで入れたというね、うん、で大山のその2本のツーベースとホームランを見てるとなんかどうしても高橋遥人にプレゼントしたいみたいな勝ち星を、うん、そんななんか主砲の願いが入ってるようなそんな振りでも感じたし、うん、だからすごく良かったなと思ってね、うん、で広島の方は4回ツーアウト満塁、うん、まあ、栗に出した栗に代打を出したんだよね、うん、だからまあその関係上黒原がまあ早々にこうマウンドに上がるような形にはなったんだけども、やっぱ結果から見るとやっぱあそこで代打出さないとまあどうしようもなかったなっていうような感じはするね、はい、まあ見事な高橋遥人復活劇でした、まあ、おめでとうございました。おめでとうございます、はい、でこの試合で、うん、この試合でというか、この日坂本がキャッチャーの、はい、阪神ね、阪神、うん、あの登録抹消になったんだよね。そうで坂本がなんでだっていうふうに、まあ、記事にはなってたんだけども、なんかエアポケットに入るような時があると、うん、と岡田監督ね、うん、まあ、どういうことなんだろうと思ったら、まあ、ちょっとえっというような思うような感じの時があんのかなと思ってさ、うん、だからこれはちょっと心配だなと思ってね、ね、うん、だからもう、まあ、早く上がってくることをね願ってるけども、うん、まあ、何があったんでしょうね。なんかこうね1試合に 1,2 回あるって失点を止められなかったっていうことにこうね苦言を呈しているようなんですけれども、まあまあそれはあるかもからね、うん、まあまあちょっとねあのリフレッシュしてまあいい状態で帰ってきてほしいなと思う ね、まあ、坂本の頭脳っていうのは阪神にとってはいるから ね、 そうですよね、頑張ってほしいと思います。はい、はい、で続いて DeNA 対ヤクルト、うん、で DeNA 石田大貫ケイでヤクルトが 高橋奎二、奥川で1試合目5対2、うん、DeNA 村上が先制タイムリーね、3回には村上が犠牲フライでもう2点先制してるんだよ、うん、ね、ね、もう石田もちょっとね石田立ち上がりシュート回転してて、うん、左のインサイド投げると真ん中真ん中に集まる傾向があったんだよね。だからまあちょっと村上の餌食になったんだと思うんだけども、だけどまあ3回梶原が同点のツーランホームラン、うん、ね、まあ、積極的に、フォークだったかな、あーツーランホームラン、打ったんだけどももっともっと打たないからね梶原はね、うん、1号ですもんね。そうだな、ね、うん、で6回山本が3号、はい、ソロで、まあ、勝ち越しというね、うん、まあ、これはあのインサイドのシュートボールを狙ったような打ち方をしてたけども多分キャッチャーの読みで多分狙ったんだと思うね、うん、で、まあ、7回には佐野がタイムリー、オースティンの犠牲フライで、まあ、5対2というふうに、まあ、突き放していくんだよね、うん、で、まあ、ヤクルトは4安打ちょっと元気がない、うん、で石田7回92球4安打5三振1四球2失点という、まあ、無傷の4連勝、うん、これねやっぱり雄大のおかげがあったもうねキーワードみたいになってますね。そう、あのね冒頭に言ったらシュート回転をしてた、うん、そのシュート回転が直らないもんだから山本が右のインサイドを使い出したんだよ、うん、ということはここに右だとナチュラルでシュート回転してくるから、
食い込んでくるんだよね、うん、だからそれを利用して三振取ったりだとかさ、うん、凡打を取ってたから、まあ、すごくああやっぱり山本成長したなっていうふうに、まあ、思ったシーンがあったよね。臨機応変にね、そうそう対応して、はいはい、でこの日、うん、セーブシチュエーションでマウンドに上がったのが山崎康明、うん、ね、見事に抑えましたよ、ね、セーブを勝ち取りました、はい、で山崎康明535試合、うん、21勝34敗231セーブ防御率が 2.76、うん、であと19セーブで名球会で ね, ねあだから非常に安明が帰ってきたかみたいな ねまあ横浜ファンはやっぱこう安明の抑えシチュエーションっていうのは絶対見たいと思うしね、うん、いや森原もすごく頑張ってるし、うん、まあ両方こう臨機応変に使っていけばいいなって、まあ、今日なんか山崎康明をね、うん、まあ、使ったけども、まあ、非常に似合ってるなという感じがしたよね、うん、ここもフォアボール一つ出ましたけど全部三振でね、そうなんだよ最後ね、はい、はい、いいボールも投げてた、はいはい、で2試合目、ね、14対4圧倒、うん、的なゲームになりました、すごい試合でしたね、はい、桑原ヒットワンアウト後フォアボールフォアボールデッドボールで1点、牧、うん、のタイムリーで3点、うん、2回は宮本のタイムリーで1点を返すがヤクルトがね、うん、裏梶原タイムリー佐野タイムリーで5対1、うん、2アウト2、3塁から宮崎申告敬遠から牧、2アウト満塁からタイムリーという、うん、これなんで牧と勝負したのかなっていうね、まあ牧はね最近ね得点圏であんまり打ててないんだよ、うん、だけど1打席目タイムリー打ってんだよね、うん、まあサンタナの守備もどうだったかなと思うんだけども、うん、まあ、タイムリー打ってるバッターって気分よく入ってくるからね、え俺みたいな感じで行って、まあ、タイムリーを打ったというね、うん、でまあこの試合、まあ、不運だったのがヤクルトの、うん、高橋奎二もね、うん、まあ、例えばその初回の牧野打ったサンタナの頭上のフライが、うん、まあ、サンタナが取れなかったんだよね、ね、うん、取れたかなっていうのがしたけどね、まあ、そうそう、でねライトに入ってた宮本、うん、照明に入れて、はい、打球が取れなかったんだよね、うん、後ろに反らしちゃうんだよね、だからまあそういう不運もありながらの14点だったと思うけども、はい、やっぱりね戦略がこう裏面出るとちょっとがっくりくるんだよねみんなも、うん、まあ、例えば宮崎を申告敬遠して、うん、ピッチャーロドリゲスに変えといてタイムリー打たれるっていうことはさ、もうここら辺で勝負ありかなっていうような感じがするよね、うん、ね、まあこの試合はやっぱこう一方的になっちゃったんで、まあ、梶原がその中で5安打2打点、うん、佐野が3打数、佐野が3安打3打点、うん、牧が4打点、うん、ね、うん、ね、まあでこの試合で松尾がマスクをかぶってたんだよね、そうでしたね、うん、で、まあ、3安打1打点、うん、まあ、プロ初安打あ初打点、うん、で俺が思うにはやっぱコンバートした方がいいのかと思うよね、あキャッチャーなくて、うん、山本雄大抜くのは大変だと思うよ、そうですね、で山本雄大抜いたら山本雄大がもったいないし、そうですね、うん、で松尾を使いたいんだったら松尾のフットワークっていうのはさすごくいいものがあるし、だからコンバートしてもいいのかなって思うよね、例えばキャッチャー以外だと、まあ、ショートでもいいと思うよ、まあ、鍛えたらショートできんじゃないかなと思う、今までそういう経験はあるんですかね松尾、はい、松尾はキャッチャーやる前は内野手やってたから、そしたらね、うん、だからあの子の持ってるセンスだったらできそうな感じはするけどな、うんうん、だから、まあ、まあ急にはできないから今年のオフあたりぐらいから、うん、まあ、始めるかもわからないね、うん、はい、はい、DeNA は19アンダー14点を取った試合だったということね、そうですね、はい、はい、で3試合目、5対4、うんうん、ヤクルト、うん、もう長岡が大活躍だわこの試合はね、あだから先制ホームランね、長岡の、うん、まあ、2番に入っててね、はい、まあ、3安打猛打賞打つんだけども、うんうん、
で3回には岩田セーフティーバント、これがライン上に止まるんだよね、うん、はい、増田がタイムリーツーベース、長岡がセンターへのタイムリーヒットという、まあ、着実に点を重ねていくというさ、うん、で、まあ、4回ヤクルトは怖いのはノーアウト1・3塁を作るんだよ、こっから点が入らないんだよ。で結局0点に終わって、その裏宮崎にスリーランホームランを、で奥川が投げてたんだけど、奥川にめちゃくちゃ相性いいんだよね、うん、11打数6安打ぐらいなんだよ宮崎が、すごい5割超えてるね。そうで今日でもスリーランホームランでしょ、うん、まあ、非常に相性がいいんだよね。で俺がちょっとと思ったのがこの試合で、はい、7回山崎康明がマウンドに来るんだよ、うん、あれこの前抑えのシチュエーションで来たのに今日は同点で来たと思って、それも7回に、これ俺モチベーションがどうなのかなと。それね、もちろん言っとくけども、うん、選手は監督がここで投げろって言ったら投げなきゃいけないよ、うん、それは投げなきゃいけない。でもこの前すごく1試合目の時にやっぱセーブシチュエーションで作って、ね、まあ話し合ってるとは思うけど、セーブシチュエーションで使っといて今日は7回の同点の場面、俺ちょっと心配だったのがモチベーションなんだよね、うん、どうなのかなと思ったら心配が表に出ました、うん、長岡に勝ち越しツーランホームランを打たれるというね、はい、だからモチベーションがどうだったかなっていうのが気になるね、うん、いや山崎康明がいやいや監督が言ってるここで投げるしかないんですよ僕って、いや割り切ってやってますみたいなさ、そうだったら山崎じゃあ甘いボール投げんなって言えるんだけど、なんかここら辺がどうなったのかなっていうのがちょっと心配だったな、うん、どういうあれなんでしょうかね、起用の仕方っていうのはどうなんだろうね、ちょっと分かんない、聞いてみないと。ちょっと今度取材があった時にちょっと聞いてみようと思うけど、ね、うん、だけどなあ、なんかねセーブシチュエーションでダメだったっていうんだったらね分かるんですけど、こういった、うん、まあそうだよな、うん、成功してるからね、でそれも全員三振取ってるからねアウトは、うん、だからまあちょっと、まあ、安崎のどういうモチベーションだったかっていうこともちょっと聞きたいし、うん、どういう意味合いで使ったかっていうのもちょっと聞いてみたいね。で8回に宮崎のタイムリーで1点差も、まあ、9回追いつけずという、うん、まあ、試合になったんだよね、うん、まあ、結局5対4ということでヤクルトが逃げ切った、うん、まあ、長岡がね、まあ、最多の、まあ、そういう位置につけてるから、うん、まあ、ぜひね狙ってほしいと思います ね、はい、まあ、そういうセリーグでした、はい、はい、じゃあパリーグです、はい、パリーグは、はい、こうなりました。まだ3連戦の2戦が終わったところ、はい、明日1試合ありますけれども、はい、とりあえず今までの2戦でお伝えします。そうだね、はい、はい、まずは日本ハム対西武、うん、で、バーヘーゲン、伊藤ということでね、うん、で西武の方は今井竹内ということで、はい、まあこの2人はやっぱりいいピッチャーだぞ今井と竹内っていうのは。西武 ね、 ね、まあ、どうなったかというと5対1で、まず日本ハムが勝ちます、うん、はい、で2回外崎が、先制ホロソロホームラン、あ今井から1点先にねやっちゃったよみたいな、取られたよみたいな感じだった。でずっと粘っていってた、まあ、日本ハムも大したもんだよ、やっぱその1点で我慢をずっとしていくからね。そしたら7回ワンアウト1・2塁から石井のファーストゴロを2塁へ、野村が送球エラーをするんだよね、はい、これがでかかったと思うんだよ、うん、でワンアウト満塁になる。でマルティネスが粘ってフォアボールを取るんだよ、うん、まあ、今井の特徴ではあるけどもね、やっぱフォアボールを出すっていうのは、いやだけどこれが押し出しになる、押し出しになるんだよ。そしたら雄たけびあげるんだよね、ベンチに向かって、いやーしとったぞみたいな、うん、まあああいうこうなんていうの、規制を上げるというかさ、それはすごく効果的だったのが、
代打野村に対して今井がデッドボールなんだよ、うん、そしたら野村がどうしたかっていうとさ、痛いよ今井のボールなんか、うん、めちゃくちゃ速いんだから、そしたらガッツポーズしてさ、ああいう姿を見てるとやっぱチーム一丸になってるっていう感じがするよね、うん、あのマルティネスの雄たけび、代打野村のデッドボールとのガッツポーズ、うん、ね、で2アウト満塁から松本がまた押し出しのフォアボールを選ぶ、これはクールに選んでいったけどねだけど3つの、四死球で、まあ、3点をもぎ取るということでね、うん、で8回には、まあ、郡司清宮の連続ホームラン、うん、で5対1という、うん、で勝負を決めたというね、でまあ攻撃陣もずっと我慢をしてね、見事だったんだけど、その我慢できたのはやっぱ投手陣ね、うん、2番手に出てきた山本、はい、やっぱ素晴らしかったよ。で2回をね25球、ヒット1本打たれるんだけど3三振で無失点ということで、うん、やっぱ攻撃のリズムもね同時に作ってくれたと思う。だから本当に見事な山本のね、山本が勝ち投手になったけども、はい、まあ、見事なやっぱこう粘りというか踏ん張りだったよね、うん、うん、ただこの試合を見た時にやっぱこう気持ちの差が出たかなというね、うん、まあ今井もあれだけ頑張ってて、やっぱ押し出しのフォアボールから始まり、まあ、デッドボール押し出しってなるとさ、やっぱもう最後の方には気持ちがもう持たなかったね、うんうん、これはやっぱりチームが今どの位置にいるかによって全然変わっただろうなっていうのは思う、うん、で西武が2安打、はい、日本ハムが4安打、はあ、まあ一つのエラーがちょっと今井にとっては大きくのしかかった試合ではあった。 いいピッチャーだけどな今井はな、本当もったいないな。もうまさかの8敗目ですかね。そうなんだ、4勝8敗本当だよ、うん、ね、ね、で、2試合目、はい、これ竹内が投げるんだよね、うん、8対7、ね、日本ハムというこれね、伊藤もエース、まあ竹内って言ったらやっぱもう今や西武のエースになってるけども、うん、まあ、初回水谷がワンアウト後ツーベースで出る、ね、そしたら郡司が右へちょっとシンカー気味のボールを右へタイムリー打つんだよね、うん、いやこの2人はやっぱ竹内を攻略するっていうことに関して、うん、まあ、最初からこう集中してたなというね、まあ、そんな感じがするよ、うん、で3回、ね、伊藤の方は野村大臣にフォアボールを与えるんだよね、はい、まあ、それまでいいのか悪いのか分からなかったんだけど、うん、立ち上がり見てるとなんかちょっとばらつきもあるし、うん、でもいいのかなとか思ってたら西川にヒットを打たれる、まあ、ちょっと詰まったヒットをね、源田がこの高めのボールを持ってセンターに落とすんだよね、うん、あ、これを見た時に見た目よりはボールは来てないんだろうなって。で奥村も同じようにセンターにポトンと落とすんだよ。だから不運なヒットではあるけども、うん、やっぱコースも少し甘いし、投げてるコースがね、うん、甘いしボールもちょっといってなかったんだろうなって思うよね、うん、だからまあつながれて、で2アウト1、3塁から、4番山村がセカンドにボテボテのゴロ、そしたらファーストに近かったからトスをするんだけど、そのトスが浮いちゃうんだね、ちょっとふわっと。その間にベースに駆け込んでセーフになっちゃう。だあれもね、やっぱもうちょっと気をつけてトスしないと、まあ、こういうことはいくらでも起きるからね、うん、まあ、気をつけてほしいなっていうふうに。で3点取られてすぐ逆転されるんだよ、うん、しかし4回レイエスが、まあ、高めのまっすぐを、まあね、竹内にとってはあそこ打たれるっていうふうにちょっと驚いたんだろうとは思うけど、うん、まあ、センターにホームラン、同点ホームラン持っていくんだよね。ね、9号のツーランね、うん、で5回、まあ、清宮がツーラン、はい、6回清宮がツーアウト満塁から2点タイムリーという、うん、もう清宮が仕上げていくんだよね、うんうん、だけどまあ源田がホームランツーラン打ったりだとか、中継ぎ使ったらフォアボール連発で、
押し出したりだとか、まあ、そういうことをしながら8対7まで持っていくんだけども、危なかったですけど、ね、危なかったけどもね、うん、まあだけど最後あの抑えの柳川、うん、しっかり3人で締めてね、なんか抑え向きだなと思って、新庄監督も度胸あるなと思ってさ、うん、ああいうピッチャーをピシャッとねもう抑えに使ってくるから、あ1点差で流れも西武にある中でね、うん、でもその西武シチュエーションにしっかり期待に応えて、まあ、最後は三振でね打ち取るけどもね、まあ見事でした。で竹内、はい、5回94球10安打4三振6失点という、うん、で無四球だったんだけど6失点というね、うん、で今日感じたのはすごくコーナーワークはいいんだよね、だけど高さで失敗してるね、あーレースには高め清宮には低め、両方ともあの強い高さに投げてるんだよね、これが逆なんだよね、レースは低め清宮は高めっていう風に攻めていかないとこれからもちょっと打たれるかなと。で竹内談話はやっぱりいつもだったらゲームの中で修正できたものが、うん、今日はできなかったと。で伊藤7回、105球5失点、ね、伊藤もあんまりは良くなかったね、うん、ちょっと疲労が来てるかなという感じはするけどもね、打撃松郷2安打水谷4安打、うん、郡司2安打清宮が2安打4打点と、まあ、打線がね非常に当たってるんで、まあ、心強いね、明日は高橋コーナー、はい、ね、来るよ、ねね、今シーズン勝ちがないからへシャニムに来るからね、びっくりですよね、はいはい、という2試合でした、はい、次ソフトバンク対楽天、うん、ね、有原スチュワート、うん、で楽天の方は小蛇、はい、滝中ね、はい、1試合目は13対6、まあちょっと話にならなかったけど、これびっくりしたのが有原なんだよね、うん、有原前回もまあ6失点かな7失点かな、まあ長くは投げたんだけど、まあ、点を取られるケースがあって、うん、この日は3回66球7安打1三振1四球6失点というでね、見てみると変化球ばっかり打たれてんだよね、うん、だからまあ変化球の多さっていうものがまあ各球団も分かってるんだろうけども、うん、そのボールがやっぱ切れなくなってきてるんだろうね、うん、だからまあちょっと今辛い時期かなって有原にとってはね、うん、だからもう少しまっすぐの割合を増やしてもいいのかなっていう、まあ、そんな感じがする、はいはい、それで小蛇、5回96球6安打7三振3四球6失点という、うん、まあソフトバンクに相性がよく、まあ、4勝のうち3勝がソフトバンクというね、うん、まあ、だけど、まあ、6失点しても勝ったっていうのはその前に随分点をもらってたからね、うん、あね、4回までに9点を取ってもらって、鈴木大地1号1回にツーランホームラン、うん、小深田2回にツーランホームランとか、もう前半で勝負がもう決まってるような状況だったから、うん、まあ小蛇が勝てたというね、ね、まあでもこんな崩れ方をする有原もあまり見ないけどもね、うん、まあ、ちょっとやっぱこうずっと飛ばし続けてた疲労が来てるな、うん、はい、ただ怖いと思ったのが、はい、ソフトバンク5回2アウトから6点取るんだよ、ね、2アウト満塁から今宮タイムリー、2アウト1・3塁から栗原タイムリー、2アウト1・2塁から山川がスリーランホームランで一挙6点取るんだよ、うん、だからやっぱこの打線はちょっと気を抜いたら怖いなと思ってさ、うん、まあでも9回には村林太田の、ソロホームランがね、まあ、それぞれ出て、まあ、鈴木大地がヒーローだったんだけども、なんて言ったか、久々に楽なゲームができたとまあね、こういう試合もないとね、うん、こういう試合もないと本当疲れちゃうと思う。はい、で2試合目5対2だね、はい、はい、これねやっぱスチュワートいいわ、スチュワートが7回、
103球、2安打8三振2四球無失点というね、はい、うん、やっぱねスチュワートはまっすぐが良くなったね、素晴らしく、うん、でまっすぐがいいからやっぱそのそれに伴って、まあ、変化球もこう甘いとこ決まってもなかなか手が出なくなってきてるわ、うんうん、ボールの角度もいいしボールのスピードの乗りもいいしね、非常にこれから安定してくるんで、もっと安定 してくるんかなって。だから6連勝でしょ彼もね、自身がね、すごい、はい、で4回、はい、山川22号ツーランホームラン、うん、山川打ち出したね、ねえ、ダントツですね今。いや本当だよね。で6回ワンアウト満塁、はい、中村のファーストゴロの間に1点取るんだけど、うん、フランコの悪送球、はい、これもひどいよ、ベンチに投げてんだもん。もうキャッチャーなんか全く動けなかったからね、うん、4対0、まあ、ベンチに投げたいかんな、うんうん、まあ、8回にはフォアボールのランナーを 柳町が返すというね、うんうん、で9回、まあ、2点を取られるけどもこの柳町が8回に1点取ってんだよね、うん、まあ、それによって事なきを得るというね、まあ、つもりがちょっとへっちゃかめっちゃかになっちゃったんだけど、はい、まあ、最後は松本がねしっかり出てきて抑えてくれるという、うんうんうん、まあまあまあソフトバンクはねちょっと盤石に近いね、うん、はい、まあ、山川打ち出したし、はい、ね、はい、ということです。はい、はい、最後、うん、ロッテ対オリックス、ロッテ唐川、種市、はい、オリックスが宮城斉藤ということでね始まりましたけども、うん、3対1、うん、ロッテ、はい、まあ、佐藤の4回ソロホームランで先制、うん、まあ、しかし、まあ、ホームランで5回中川が返していくんだよねソロホームランで、うん、これで同点で6回、荻野ショートへの内野安打、うん、藤岡バントで、で左対策で石川慎吾が入ってたんだけど、うん、まあセンターにタイムリーヒットというね、うん、まあ、使った選手がこうやって仕事するね、しっかりね、持ち場は持ち屋で、うん、持ち場で頑張るね。で8回ツーアウト1・3塁から高部がショートへ内野安打で3点、うん、あ、だから宮城も頑張ってんだけどさ、援護点がないな、うん、やっぱ勝たしてあげなきゃいかんね、これは。でやっぱ荻野の内野安打、高部の内野安打とか、やっぱこうロッテはスピード感があるな、ね、うん、うん、スピード感があるんだよ。で宮城、はい、7回100球8安打4三振2四球3失点というね。で唐川6回86球4安打5三振1失点これねカットボールが素晴らしいわ、うん、あの左のねこれまあ一つの、うん、場面なんだけども、森がね非常に今絶好調で当たってる、そのインサイドにカットボールをこう集めて、まあ自打球も当たったこともあるんだけども、なんかこう集めて最後外で仕留めるんだけど、全くもうバットが振れないんだよね、うん、まあ森がなんて言うんだろう、フルスイングの森って思うんだろうけども、だけどそのフルスイングさえできなかったというね、そのぐらいなんかカットボールが非常にインサイドによく決まってたなという、だから見事な投球でしたね、はい、はい、で2試合目、うん、6対1ロッテ、オリックスどうしたんだろうね、状態は良かったんだけどね、うん、ここに来てまたこう勝てなくなってるというね、うん、でまあフォアボールから藤岡がツーランホームラン、うん、初回ね、はい、先頭バッターにフォアボール、うん、藤岡打ちに行ってツーランホームラン、ね、でポランコフルスイングしたらサードへのバントみたいな打球になって内野安打、これをツーアウト後高部がスリーベースで返すんだよね、うん、まあ月もあるっちゃ月もあるけども、うん、
やっぱ月だけではないなというね。だからまあ初回から3点取るんだよこれね、うん、で3回またフォアボールポランコが、うん、で外がスリーベースタイムリーでサードに外を置いて高部が犠牲フライという、うん、でも簡単に5点取るんだよね。だからなんていうのかな、やっぱフォアボールが得点になってるし、うん、まあ、藤岡のツーランとかね、うん、ランナーはフォアボールでポランコに出したフォアボールが外のスリーベースによって、まあ、点になってるとかね。だからオリックスもやっぱこうフォアボールっていうのは、まあ、苦しいだろうけども、まあ、ちょっと気をつけなきゃいけないなっていうね、うん、感じがします。はい、うん、で種市、はい、ね、9回完投しました。はい、まあ、完封ができなかったのもったいないね、うん、96球2安打2安打だよ、ね、6三振無四球1失点というね、うん、これねやっぱりこういいピッチャーの特徴っていうのはまずフォアボールを出さないということ、それとやっぱこう先頭を出さないということね。で先頭を出したのはここは2回だけ今日は、うん、5回先頭バッター紅林にツーベースヒット打たれるんだよ、うん、でセデーニョかなんかに、犠牲フライを打たれるんだよね、うん、その1失点なんだけど、まあ、7回にもエラーで、先頭を出すんだけども、その時はゲッツーで打ち取るというね。で種市も無駄なことをしなくなったね、うん、どん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 攻めるようになってきてるわ、うん、で1回楽天かなんかだったと思うけども、なんかこう完全かノーノーかなんかやってて、いきなり6回になんかフォアボールからなんかを足掛かりに一挙7点かなんか6点かなんか取られた試合がある。それがすごく応えてると思うんだよね。だからどん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 攻めてくる、そのピッチングがすごく生きてるような感じがしました。はい、はい、まあ、ロッテはあと一つ、あの岡橋宏美選手がね、怪我でね、そうだな、離脱ということで肉離れ。そうだな、岡が調子のいい時ってロッテは必ず勝ってたからね、それこれも痛いですよね。痛い、岡が一番に入って打ってくれてると必ず点が入ってたんだよね、うん、だからまあその代わりがね、代わりを誰ができるか、まあこれから探していくと思うけども、まあ荻野がねやったりだとか、高部がやったりだとか、まあ候補の人間はたくさんいるけどもね、まあだけど岡の持ってる今年のその流れというものが、まあいなくなったっていうのは大きいかもな、ね、はい、まあという3連戦を振り返りました、はい、まあパ・リーグの方はね、まあ2試合でまだ途中なんだけども、またこの結果はまた後日ね、はい、お知らせするということで、次は水曜日、木曜日、水曜日か木曜日だな、うん、まあ確定はしてないけども、はい、でやっぱり明日からは巨人対阪神、ね、で東京ドームでやります、うん、これはやっぱ楽しみだし ね、うん、ヤクルト中日、ヤクルト中日ね、広島 DeNA、 あ、まあ DeNA は生き残りをかけるね、うん、松田でね、松田でね、生き残りをかけなきゃいけないし、はい、まあ、中日、ヤクルト対中日は、まあ、どっちにしろこう最下位にはなりたくないだろうから、まあ、ここら辺順位争いをね、考えるとやっぱ熾烈な争いになってくるよね。ね、はい、まあ、パ・リーグは今日の同じカードがあと1試合 ね、まあ、パ・リーグは西武の方は高橋光成が帰ってくるしね、まあ、どういうピッチングを見せてくれるか、まあ、ちょっと楽しみにしたいと思います。はい、はい、ということで、また楽しみにしておいてください。はい、はい。